皆さんこんにちは、サンシャインのひとみです。今ここの釜山のカムチョン文化村と言われているマチュピチュみたいな綺麗な街並みの村に来ています。今からそちらの綺麗な景色を撮っていきたいと思います。ここが入り口です。お土産屋さんがいっぱい並んでいます。1個100円の可愛い靴下があります。ここにこの村 の, 観光案内の観光案内何地図地図が売ってるそうです。地図くださいって言えばいいじゃん。2000ウォン200円。今からこのスタンプ地図を元に回っていきたいと思います。すごいアートな感じのカラフルな建物が目立ちます。展望台に上がる階段です。牛の王子様がマチュピチュの街を眺めているところのオブジェが置いてあるんですが、牛の王子様と一緒に写真を撮りたい人たちがいっぱい並んでます。あそこに牛の王子様がいる。牛の王子様の横にあるなんか出窓みたいなところ、ここから見た景色が綺麗ですよ。ちょうどフレームに入って絵画みたいな感じになってます。階段にペイントしてあって階段登るのも大変。たくさん写真撮る人たちが並んでいます。
ごめん。待ってるところへ向かいたいと思います。近道をしようとしたら途中で道を間違えてて、すごい坂というか階段を上り下りして、やっとここに元の場所に戻り着こうとしています。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンとチャンネル登録ぜひお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。とっても綺麗な街並みです。ぜひ一度来られたらいいかなと思います。とても素敵な街並みです。最後までありがとうございました。